H.C. ハウスネクとハインリヒカールハウスクネヒトはドイツの薬剤師、植物学者である。ベンルンゲンで生まれた。ブローツワフ大学で薬学と植物学を学んだ。チューリンゲン、ニーダーザクセン、ギリシャ、中東の最終旅行を行った。1864年から1869年に現在のトルコ、シリア、イラク、イランなどの中東の最終旅行を行い、 多くの植物の記載を行った。中東でチューリップの野生種、ツリパアレッペンシスなどを発見したことで知られる。1882年にチューリンゲン植物学会の設立者の一人となり、1885年にヘルドライヒト、キリシャ北部を旅した。1896年にバイマルに広い育種園を設立し、育種園はハウスクネヒトの没後。 植物学者のボルンミューラーが管理した後、イエナ大学の植物学科が管理するものとなった。赤花科の赤花属の植物を専門とし、1884年にモノグラフィーデアがトーミエッピロービウムを発表した。セリカの属名、ハウスクネキティア属に、懸命されている。ハウスンは、植物の学名で命名者を示す場合に、カール・ハウスクネヒトを示すのに使われる。 ありがとうございます。